よし、食い終わったら婚約指輪買いに行こうか。延期だった。どういうこと、どういうこと。婚約指輪買いに行きます。婚約指輪買いに行く。はい。プロポーズするんですか。プロポーズします。嘘でしょ。いや、マジです。え、いつ買いに行くんですか。食い終わったら3時からもう予約しちゃう。これから。これからです。まあ、あと30分ぐらいしかないじゃん。ちょうど食べ終わったぐらいだね。買いに行くっていうところ。はい。で、プロポーズの場所もちょっと決めないといけないので。プロポーズの場所も今日決めちゃうの。今日決めます。もう何年付き合ってるんでしたっけ。もうかれこれ8年。遠距離も入れて8年ね。え、それは結婚だね。それはもう結婚だね。はい。現金で持ってきました。持ってきました。キャッシュで買う。はい。食い気味に言います。今日の見どころで食い気味のキャッシュで。さすがにあれだもんね。店内は映像は残せないと思うので。映像残せないと思います。音声だけ。音声だけだと思います。でいける。ところどころ用意してる人でこう撮れるところは俺がこう撮るし、いい感じで。いや、ティファニーさん近づいてまいりました。いますよ、いますよ。こっからは撮影禁止で。撮影禁止。ちょっと30予約なんでね。56分、あ、もう行かなきゃ。できる男は5分前だから、ね、堂々と行きましょう。予約してる。はい、ご様からありがとうございます。はい、様ですね。はい、本日はありがとうございます。はい、ジェリングのお客様でありがとうございます。はい、では案内いたします。このタイプかな。デザインで、ではダイヤモンドいろいろお持ちいたしましょうか。はい、はい、かしこまりました。案外ご申告されているサイズとちょっと誤差が出る可能性もありますので、はいはい、皆さん大体気持ち大きいかなぐらいでご用意していただくことが多いので。入れなかったら一番かっこいいですね。そうなんです。ご申告のサイズ通りにお作りしてもメーカーとかが違う関係で、あとご体調とかの関係でちょっと入らないってなるとやっぱりすごくショックだと思うので、ワンサイズ上げてからプロポーズする方がいいんですね。ご安心いただけるかとは思います。人から一緒にまたお持ちいただければ、中に一緒に刻印などもお入れしておサイズしっかり合わせて受けますので、そこはご安心ください。キンキンに冷えたエビアンいただきました。じゃあもうとりあえずはあのシリーズで、うん、あれが一番なんかザって感じだよね。でもあれが細い方がなんか際立つかなと思ったんだよね、今見てね。サプライズです、ね、喜ぶと思うよ。これが一番大きいんですもんね。そうですね、はい、これにします。大きさがしっかりありますので、はい、すごくおすすめです。じゃあこれで、こちら、はい、ありがとうございます。はい、これ今日もらっていく感じなんですか。あ、もちろん。あ、そうですね、はい、お持ち帰りいただけます。間に合いましたね。はい。キャッシュで買う。はい、食い気味に言います。では続きまして、お会計失礼させていただきたいんですが、はい、現金カードの記号が現金で。かしこまりました。失礼しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ぜひ素敵なプロポーズ。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。買いましたね。俺思ったんですけど、婚約指輪って大事。絶対に買った方がいいと俺思った。本当にあれもらったら絶対嬉しいですよ、ね、あれは唯一無二です ね、 ね、いい体験をしたな。ちゃんと安静に帰りますか。いや、プロポーズするホテル探し行きます。探し行きます。これから。これから行きます。ちょっと付き合って。サプライズの達人。ホテルでプロポーズします。なんじゃここで。いいホテルだ。どこがいいかなと思って、それを聞くために連れてきたんですよ。本当ですか。はい、重要ですよ。そりゃ重要でしょ。横浜をプロポーズするんだってやっぱ観覧車見えないことじゃないですか。あ、そうだね。インターコンチが見えるベイホテル行った方が良くないですか。そうだね。こんな一泊何万円もするホテルでお父さんプロポーズする。すいません、部屋の予約を取りたいんですけど。今ちらっと聞こえたのですが、何かご用途は。プロポーズ。
で外出ようかな。わしはここかな。ここでプロポーズしますか。気持ち悪かったらやばいでしょ。お前いるんかいってお前いるんかい。いや、こっちがベッドですね。来ました。これ来ましたね。隠しに行く。隠しに行きます。一番奥にしてクッション縦にしてるんで、いける？バッチリ。よし、行きましょう。あとこの海がどこまで夜になって映えるかね。そうだよね。この横浜の海がどこまで本気出すかでしょ。さすがにプロポーズのところは撮らないんで。さすがにね。プロポーズが終わって、なんかちょっとこう、カロウさんがちょっと喜んでるようなところをちょっと、ワンショットお願いできますか。じゃあ撮れたらで、あくまで。ここはあくまでプライベートな部分だから。でもなぜかそんな緊張してないんだよね。結婚2回目だからじゃないですか。それから緊張したのはやっぱ息子に結婚するっていうのを言った時が一番緊張したね。結構リアル。何で言ったんでしょうか。おいいじゃん。結構軽いっていう。まあね、喜んでくれるのは良かったですね。まあそうだね。見てるか迷う。見てるか。でも本当ここでいいかな。俺が横演習に付き合ってあげますよ。だから2人でこうやってまずこうやって並んで見るってこと？夜景を。はい。見ます。今度さ、2人で万葉クラブに行かないか。何言うの？万葉クラブ。今から帰るんですけど、お父さんここから1人で彼女を迎えに行って、今夜の12時ここでプロポーズします。行きましょう。もう勝率 20% 低っ。そんな一番低っボスなんですか。低っ出ますよ。はい、これがスイートルームだ。ベストを尽くしたでしょ。うん、もうこれ以上ないぐらいのことやったでしょ。もうやりました。もうあとは間に合うか間に合わないからね。もうやるだけのことをやるっていうのがプロポーズで大事ですね。そうだよね。わざわざ先に来て鼻隠してんの。俺が鼻なんてまず想像つかないだろうな。鼻隠してるなんて夢にも思ってない。婚約指輪隠してるなんて夢にも思ってないから。絶対大丈夫。俺でさえお父さん本当にプロポーズするのかなって未だに思ってるから。ね、本当に頑張ってくださいね。わかりました。ありがとうございます。You're looking at me and I can't help stare right there. You're looking at me and I can't help stare right there.